福島県あずま総合運動公園福島県営あずま球場福島県営あずま球場は福島県福島市の福島県あずま総合運動公園内にある野球場。施設は福島県が所有し福島県都市公園緑化協会が指定管理者として運営管理を行っている。1986年9月完成。当時 東北地方6県では最大規模の野球場だった。同年9月13日に落成式が行われ、同日から18日まで開催された第41回天皇支配、全日本南式野球大会がコケラ落としとなった。なお、初戦は日東宝石福島工状態、松下電工、4日 1A で日東宝石が2から0で勝利。大会の優勝は、 鳥取山陽電機だった。翌1987年からは、プロ野球公式戦でも使用され始めた。初ゲームは、同年5月9日10日の阪急ブレーブス対、ロッテオリオンズに連戦。初日の9日は6から0でロッテが勝利、翌日は2から2で引き分けに終わった。その後、球場完成時にはなかった、照明設備が、追加設置され、 ナイトゲームの開催が可能となった。スコアボードの特典表示部は会場当初から初期型の LED のものを使用していたが、画素が荒い上に照度が低いため見づらく、観客などからも不評だったことから、2000年シーズンに次期反転式に改修された。現在では年に数回開催される、プロ野球公式戦や高校野球、社会人野球など、幅広く使用されている。 なお、設備の経年劣化に伴い、福島県では、改修を計画しており、2013年春に、スコアボードが、LED 方式となった。また、2013年12月から2014年12月まで、球場内の除染作業を行うため、立ち入り禁止となっていたほか、カウント表示もサブから、ビゾに改良された。2015年から、 ベースボールチャレンジリーグに加入した福島ホープスが公式戦を開催していた。2015年の公式戦試合数は5試合で岩木グリーンスタジアムに次ぐ2位であったが地区チャンピオンシップ1試合を実施しており主たる開催球場の一つとなっていた。2016年は10試合を実施し前年に続いてチームでは2番目に多かった。しかし、 運営会社が変わり、チーム名が福島レッドホープスとなった2019年以降は開催がない。2017年3月、国際オリンピック委員会理事会において2020年夏季オリンピックの野球、ソフトボール競技のサブ会場となることが承認された。2019年9月、グラウンドに人工芝が付設された。ガイアフェンスは選手の怪我を防止するため、 衝撃吸収材が従来の8トルから1 4トルに厚くなった。乗り面だった。外野席は安全性を考慮し、両翼を約700人が感染可能な5から7段の階段上に改修した。追加工事を含む総事業費は約13億円で、スポーツ振興くじ助成金を活用している。野球以外のイベントでは、 2011年8月15日に、福島のアートプロジェクトプロジェクト福島が主催する音楽イベント、フェスティバル福島の会場にもなった。2005年4月5日に開催された東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ1回戦の試合中、スコアボードが故障するハプニングが発生した。3回表の日本ハムの攻撃中、 次期反転式の得点表示部と信号等式のカウント表示部の表示ができなくなった。その後カウント表示部は復旧したものの、得点表示部は制御できない状態が続いたため、球場職員らが急遽スコアボード棟の屋上に上がり、白い紙にイニングスコアを手書きして掲出した。試合は延長10回5から4で日本ハムが勝利した。故障原因は、 スコアボード制御部にトラブルが発生したことにより、機器の基盤の一部が焼損したためと判明した。また2009年7月7日、楽天対千葉ロッテマリーンズ9回戦の試合中にも、スコアボードが故障した。2回にイニングスコアとカウントの表示がすべて消えて、作動しなくなり、さらに3回のイニング間には、得点が誤って表示されるなどの不具合が生じた。 これは、選手控え室で軽食を準備する際に、負荷の大きい調理器具を使用したため、ブレイカーが遮断されたのが原因。故障の間も試合は続行され、ボールカウントや、得点経過は、場内アナウンスで伝える措置が取られた。試合は、初回、ロッテが、竹原直隆の満塁本塁打などで5点を、先制して、終始圧倒し、10から4で勝利した。なお、 福島県内での楽天主催公式戦は2009年シーズンまでは東急場と岩き市に所在する岩きグリーンスタジアムの2球場で主に開催されていたが2010年シーズンからは同年春に大規模改修事業が完了した郡山市の郡山総合運動場改正山の球場での開催に移行しており同年以降は 全家両球場での公式戦は開催されていない。ただし2011年5月10日に、郡山で予定していた対北海道日本ハム一試合は、東日本大震災への対応などのため、開催中止となり、開催地は、クリネックススタジアム宮城に変更された。2006年6月13日、読売ジャイアンツ対オリックス3回戦が開催された。巨人が、 アズ球場で主催公式戦を開催するのは1990年以来16年ぶりのことだった。スタンドは満員となったが、連敗中で不調の巨人は攻守に制裁を書き、試合は5から1でオリックスが勝利した。2008年にも巨人対オリックスが開催され、この時は巨人が勝利した。2009年7月14日、 東京ヤクルトスワローズ対巨人9回戦が開催された。ヤクルトが巨人戦を地方で開催するのは、オーナー企業がヤクルトとなってから、初のことであった。このカードは、翌7月15日の本拠地、明治神宮野球場との変則に連戦となっていたが、これは当初秋田県盾の球場での開催を予定していたものの地元側の調整がつかず、 やむなく変則日程を組むことになったものである。試合は、巨人先発の東野俊が、プロ初完封を記録し、4から0で、巨人が勝利した。2011年7月29日にも、ヤクルト対巨人15回戦が開催された。試合は、青木のりちが1号本塁打を放ち、投げては、ヤクルト先発の村中京平が、 プロ入り初関東を初完封で飾る高投を見せ、ヤクルトが2から0で勝利した。なお同年は前述の改正3球場でも6月に巨人主催で2試合が開催され、結局同年シーズンは福島県内で同カードが計3試合開催された。2015年8月4日に東京ヤクルト対巨人15回戦が18時20分開始で開催された。 東京上での同カードは4回目だが、東京ヤクルト主催の対巨人戦は4年ぶり3回目の開催となる。2017年6月28日に、東京ヤクルト対巨人10回戦が前回と同様に18時20分開始で開催された。東京上での同カードは5回目だが、東京ヤクルト主催の対巨人戦は2年ぶり4回目の開催となる。 2013年7月10日に巨人対ヤクルトが開催された。このカードで巨人主催は初めて。試合は6から2で巨人が勝利した。入場者数は17,152人。2021年に東京五輪の野球、ソフトボール競技の会場となったことから、球場正面の入り口付近に記念碑や対戦カードを。 記した名板が設置されることになった。コナミデジタルエンタテインメントのスマホゲームプロ野球スピリッツ A で2020年6月26日からゲーム内アップデートで同球場が追加される。また、同年7月9日発売の E ベースボールパワフルプロ野球2020でも同球場のデータが収録される。ありがとうございます。